はい、えー、皆さんこんにちは、えー、レクセン,ン講師の運野ですそれではあの今日は司法書士試験のですね令和3年度の筆記試験合格発表を受けまして筆記試験、えー、1回目の受験で合格された八代さんをお迎えいたしましていろいろお話を伺っていこうと思います、えー、それでは八代さん、えー、どうぞ自己紹介お願いいたしますはい令和3年度司法書士筆記試験に合格いたしました八代愛と申します はい、あの八代さんはあれですか司法書士試験、うんえー、をどうやってどうしてあの受験されようと思われましたかあはい私はもともと法律に興味がありまして大学は法学部でございましたあの卒業後手に職をつけたいということでいったんシステムエンジニアとしてあの働いていたんですけれどもそうなんです <S S、e、んそうなんです <S S、e、んはい。はいはい でなんですけれども、やはりあの法律に携わる仕事をしたいなというふうに思いまして、あの全くの未経験で司法書士事務所にあの入社いたしまして、でそこであの司法書士の業務を知って、ですねあの私も司法書士として働きたいということで、資格取得を目指ししてました、はい、その司法書士事務所にはどれぐららいいっっしゃったんですかえとですすかえとねそこには2年間ですね。2> 2すはい 勉強を始めたのは、その事務所に就職された後。あ、そうですね。<あ>そこを、そうですね。その後ですね。はい。<と>はい。それでは、あの司法書士を目指そうと思われて。えー、数ある予備校の中で、あのレックを選ばれた理由を教えていただければと思います。はい。はい えっと、3つあるんですけどもあのまず1つはやはり受講人数合格者排出の実績ですねそこにやはり安心感がありまして、まあ、あのここでやればあの合格できる可能性がかなり高いのかなというふうに思いました、はい、であの2つ目はですねあの勤務していた司法書事事務所の先輩の勧めがありましてあのリックがいいよっていうことであの聞いて選びました。 であの最後はあやはり運動先生ですねあの YouTube であの講義拝見してまして、まあ、お話の仕方ですとかあの声の聞きやすさですとかであと絶対に私は1回で合格をしたいなというふうに思っていたのであの一発合格の,その女神と呼ばれるあの先生のクラスでやりたいなということで、はい、選ばせていただきまじゃあ事務所に就職された後にレッグで学ばれたっていう形、はい、あそうですはい でレックのあの十五ヶ月合格コースの、はい、春からスタートする、はい、春生と呼ばれるクラスを学ばれたっていうことですよね。はい、はい。あのそれではまあでも春から合格される春からあの受験される方たくさんいらっしゃるんですけど、はい、えー、皆さんが皆さん全員が一発合格されるわけじゃないんですね。はい、本当に厳しい試験であるんですけど、あのヤシさんが一発で受から受かられた秘訣というものを。 えー、あのご自身が考える何か,、はい、何かあるとすれば教えていいただければと思います、はいはい、これもあの考えたんですけれどもやはり3つありましてあのまず1つはあのやはり先生がおっしゃったことを素直にあの粛々とといいますかあのスケジュールをずらさずにやるっていうところですね。あの 先生がおっっっっししゃった以上のここととはややらないいけれどもしっかり守ってやるっていうところで,す、ね、であの2つ目はあの私はあの専業ではなかったのであのやはり隙間時間ですねあの通勤ですがそういう時間を使用してあの暗記とかですねそういうものをあのできるように時間を捻出しておりました。であの3つ目はあの最初から目標を私はずっとぶらさずにもう絶対に次で合格するっていうことで。 あの次2021年ですねで合格するというふうに考えておりましたんでそこが良かったのかなと思いますそうですよね <laughs> あの,あの八代さんから合格の第一報を受けた時の、はい、見せていただいたんですよあのスケジュール帳を。<laughs> <laughs> 今年の7月の本試験当日のあのスケジュール帳に何て書かれてました？はいあの合格おめでとうっていう風に書きました。合格おめでとう自分ってことですよね。そうです。あの自分に合格おめでとうもうそのネタも早くもあの初級生にあの披露させていただいたんですけど本当にあの。 気づいたら一発合格してましたっていう受験生は多分いらっしゃらないと思うんですね。うん、もうだからあのとにかく喉から手が出るほど一発合格をねやっぱりあの切望して皆さん本当に血のにじむような努力をされていらっしゃる。でもその中でもやっぱり一部の方しか一発合格をすることはできないね。そういったあの厳しい現状がある中でとにかく一発合格から目を離さずに、はい、あの勉強していらっしゃったんだなというふうに思います。 それではあのあの手間味噌なんですがレクを選んで良かった点を教えていただければと思います。はいはい とこれもですあの先ほどレッコを選んだ理由とちょっとあの重なってくるんですけれどもやはりあの合格者を多数配出されているということであの安心して全べてをお任せできるっていうところがあのすごく良かったですあとはあの演習模試ですねの解説がすごく分かりやすくて丁寧であのレベルも本試験に沿っているのかなというふうに感じました。 であとはやはりあの私は運の先生の通学クラスであの受講していたんですけれどもあのその後に質問をあのしても先生一人一人丁寧に答えてくださったので割とその日のうちにあの質問を解消すあの疑問です、ね、を解消することができたのであのそこもすごく良かったなと思っております。他の予備校ささんとかはあの検討されまましたそうですねあまり…あの 検討ははそんんななにはしてないんですけれども、はい、じゃあ,まあ最初からレックを選んで頂い,いてまああの八代さんのお話伺っているともう本当になんかレックが敷いたレールをしっかりとね乗っかってきていただいたっていう感じがするんですけれども、はいえー、それではあれですかあのレックで勉強す,あするにあたってこう、はい、アドバイスされた テキストとか、参考書以外のもの、はい、はい、あまりお使いにならなかったですか。<あ>うん、そうですね。本当にもうほとんどと言いますか。あの、先生がおっしゃったテキスト以外は、本当に使用してなくてですね。うん、ほとんどもうレックのテキストでやっておりました。はい、あ,はい、ありがとうございます。それでは、あの、これから、あの、ね、えー、司法書士を目指す方、多分、今、あの。いろいろ、こう、コロナの後の影響で、日本社会、まあ、いろいろ、ね。 苦境に陥っていらっしゃる職種の方もいらっしゃるとはもちろん伺っております。で、ただあの司法書士業界に関して申し上げるとあまり影響を受けていないという声をいただいてるんですね。で、そんな中であの司法書士のあのやはり 本職の方たちが新しくどんどん司法書士を育てていきたいという声を、ね、たくさんいただいていますのでこれから司法書士を目指したいという方もしかしたら増えていくのかなとむしろ増えてほしいなというふうに個人的な期待をしております。でそこであの 本当に短期間で受かられたこの八代さんにあの,ぜひあのこれから司法書士を目指す方へのメッセージをいただければなと思うんですけれども、はい、これから司法書士試験を本当に1から、はい、1> 全くゼロから目指そうと思ってらっしゃる方へのメッセージをいただければと思います。 えー、そうですね私はあのシステムエンジニアという全然別の職種から司法書士を知ったんですけれどもあの司法書士という仕事を知れば知るほど本当にやりがいのある素晴らしい職業だなというふうに感じておりました。 あの試験に受かるためのコツですとか勉強法というのはあのレックにお任せできますのであとはもう自分の努力次第であでしっかり勉強できればあの先生もおっしゃっていたんですがうう私もあの周りの皆さんからお祝いされてです、ね、あ改めてすごい資格なんだなというふうに実感いたしました。 はい、なのであの人生を変えてくれるぐらいの本当に価値ある資格だと思いますのであの私はとてもお勧めしたいと思っていますはいありがとうございます。あ,のあれですね、うん、凡人が受かる最高の資格あそうです努力した凡人が受かる最高の資格これから司法書士を目指す方は是非八代さんの今の,あのアドバイスを是非胸に刻んでいただきたいなと思います。 それではあの今日はあの令和3年の筆記試験のまあ一発合格を果たしていただきましたあの八代さんをお迎えしていろいろお話を伺いました。えー、この後もしあの 司法書士の資格そしてレックのその他の国家試験等にご興味のある方は各レックの本校もしくはレックのコールセンター等にお問い合わせをいただければいろいろご相談に乗らせていただけるんじゃないかと思っております。 それではあの今回このような機会をあの設けさせていただきまして八代さんありがとうございましたありがとうございましたはいそれではあのこれにて今回令和三年筆記試験の司法書士一発合格を果たしました八代さんとのインタビューを終わらせていただこうと思いますそれではご清聴どうもありがとうございました。